明日の山は、おそらく大荒れになります。明日は下山するか、早くから出発して、天気が悪くなったら、すぐに引き返してくださいね。1994年2月、男女7名のパーティーが、3連休を利用して、東連邦を重走し、ナ川温泉へ向かう計画を立てました。1994年2月11日、1日目。パーティーは、30代から60代の男性2名。 女性5名で構成されています。リーダーは登山歴30年で山岳ガイド資格を持つ新聞社勤務の男性です。同じルートで登山をするのはこれが2回目、東連邦への登山は13回目という大変頼もしいリーダーです。人柄も面倒見も良い彼を慕ったメンバーにより自然とグループができていました。もう一人の男性 A はパーティーの中でも若く同じルートで登山をするのはこれが3回目。 5名の女性も全員登山経験がありました。彼らの職業は看護師役役所職員、専門学校講師等です。一行は3連休を利用して山スキーで東連邦を重装し、ナ川温泉に向かう計画を立てます。重装とは登山方法の一つです。一般的には山頂に立った後下山せず、そのまま次の山へ向かうことを指します。ルートによっては山頂を目指さずに進んでも重装と定義されるようです。 登山日程は2泊3日で。まず2月11日に新幹線で福島駅へ向かい、タクシーで東高湯スキー城入り口へ移動します。そこからリフトで登山口まで行き、家形山避難小屋で一泊。翌日の2月12日には家形山を通って尾根沿いを縦走し、ナ川温泉で一泊します。最終日の2月13日はナ川温泉から大ウ本線峠駅へ向かうという日程です。 全員多忙な中での登山だったようで、予備日はありませんでした。このパーティーが目指すあず連峰は、福島県と山形県にまたがって、東西に伸びる火山群です。あず山とも呼ばれており、最高峰である2035メートルの西あず山を筆頭に、約1900メートルの山々が連なっているのが特徴です。日本百名山や福島県の美島百名山にも選ばれており、東北を代表する山の一つとなっています。 東ズマ連邦は、どの季節に訪れても美しく、新緑や紅葉、樹氷などが人気です。ロープウェイ、リフト、ゴンドラが通っているため、初級者でも、登りやすい山だと言えるでしょう。しかし、最高峰の西東ズマ山は2000メートル級。天気が変わりやすいので、装備をしっかりと整える必要があります。パーティーは、新幹線で、福島駅へ移動するため、東京駅へ向かいました。ところが、乗る予定だった、速達便。 山彦が満席だったため、各駅停車の青葉に乗車。予定より30分遅れて福島駅に到着しました。そこからはタクシーで東高湯スキー場入り口へ移動する予定でしたが、福島駅ではスキーを積むキャリア付きタクシーがなかったため、急遽マイクロバスをチャーターします。ここでさらに30分の待ち時間が発生してしまいました。1時間のタイムロスを挽回したいリーダーは、できるだけ、 登山口の近くまで行ってくれませんかとマイクロバスの運転手に交渉します。当初はタクシーで東高湯スキー場入り口に行き、リフトを利用して登山口に移動する予定でしたが、マイクロバスで登山口まで直接行った方が早いと考えたのです。しかし、運転手は、路面凍結がひどいから、登山口の近くまでは行けないと思います。スキー場の入り口で降りて、リフトを乗り継いで入山した方がいいですよ。 スキー場入り口で一度バスを止めて、リーダーを説得します。それでもリーダーが、行けるところまででいいんです。なんとかお願いします。突よく要望したため、運転手はしぶしぶバスを先に進めました。しかし、やはり路面凍結が起きており、登山口までは行けませんでした。そのため、パーティーは、東高湯スキー場入り口から、1km 先でマイクロバスを下車することになります。 下車地点から歩いて登山口へ向かおうとしますが、路面凍結の影響で到着が大幅に遅れる可能性が高いと判断しました。結局は当初予定していた東高湯スキー場入り口まで徒歩で戻る形となり、さらに30分のタイムロスが発生してしまいます。一行はリフトを利用して先に進もうとしましたが、5本あるリフトのうち2本目と4本目のリフトが強風で停止していました。止まっていた区間は、 標高差、約200メートルの急な坂道を、スキー板で1キロメートル以上歩いて、登山口へ向かいます。この時、一行が乗れなかった4本目リフトの登場口は、登山者カードの提出場所でした。しかし、歩いて、直接登山口へ向かったため、登山者カード未提出で、入山する形となってしまいます。ここまでで、かなり時間のロスが発生していましたが、パーティーは、道中にある、設備の整った山小屋、京王あずま山荘を通りませんでした。 当初の計画通り、家形山避難小屋へ向かうことを優先したのです。家形山避難小屋は、いろりがあるだけの緊急時の避難場所であり、宿泊施設ではありません。特に、冬は、しっかりとした防寒具対策をしても寒いため、ほとんど人が立ち寄らない場所です。そんな場所で宿泊した背景には、この場所に対するリーダーの思い入れの強さがありました。無人の避難小屋であれば、他の宿泊客を気にせず、 自由に歌って楽しく過ごすことができるのです。リーダーは以前もこの小屋で宴会をした経験があり、その様子を絵日記に残しています。7名は避難小屋に到着した後、急速に入らず22時まで宴会を続けました。その頃の慶応あずま山荘では管理人が宿泊客へ注意を促しています。明日の山はおそらく大荒れになります。明日は下山するか早くから出発して。 天気が悪くなったら、すぐに引き返してくださいね。この日の夜は、急速に発達した低気圧の接近により、太平洋側で大雪の恐れがある。と報じられていたのです。管理人からの注意を受けた、宿泊客は、全員が下山するか、早朝に出発しています。しかし、避難小屋に宿泊した7名は、京王東山荘を素通りした上に、誰一人として、ラジオを持参していませんでした。 そのため、翌日の天候に関する情報が全く得られなかったのです。1994年2月12日2日目、晴れのち雪。今日は晴れてよかったな。天候によっては引き返すことも考えていたパーティーですが、この日の朝は快晴でした。そのため、8時30分に出発します。しかし、出発が遅かった上に普段よりも雪が積もっていたので、 白浜尾根に到着したのは予定より2時間も遅い正午でした。また、穏やかだった天気は午後から急変します。猛吹雪に見舞われたパーティーは 2km 先にある霧の平を目指しますが分岐点の杭を見つけられません。それもそのはず。一行は霧の平らにたどり着けてさえいなかったのです。分岐点を探して彷徨っている間、スキー板のシールが剥がれるメンバーが出てきます。 吹雪の中、剥がれたシールの応急処置に時間を取られたため、7名はさらに体力を消耗させました。本来なら、白浜から霧の平らには、1時間程度で到着する予定でした。しかし、一行は6時間以上さまよい、夜になってしまいます。そこで、7名は、木の脇にボンボリを掘り、ビバークすることにしました。この時、メンバーにはまだ余裕があり、ビバークしたことは、みんなに内緒にしようね。と、冗談まじりに話していました。 しかし、ボンボリは狭く、ほとんど、一睡もできず、夜を超えることになります。加えて、天候はさらに悪化し、その日の夜は、マイナス摂氏10度まで冷え込みました。蓄積した疲労が、メンバーの体力を奪っていきます。1994年、2月13日、3日目、雪。まだふぶいてるけど、明日は仕事があるからな。休むわけにはいかないよね。 翌日も猛吹雪が続いていましたが、メンバーは仕事のことを考えて、7時から下山を強行します。この時、朝食は取っていませんでした。1キロメートルほど離れた避難小屋まで戻ろうとした一行ですが、ごめんなさい、これ以上歩けない。その途中で1名の女性メンバーが低体温症により動けなくなってしまいました。 男性 A が女性のザックを持ちましたが、それでも女性は歩けません。再び男性 A が女性に近づいた直後、女性は意識不明に陥りました。残りのメンバーは女性を寝袋に入れて引っ張ります。しかし、風がひどかったので諦め、その場でビバークすることにしました。パーティーは風を避けるために雪道を掘ろうとしますが、誰もシャベルを持っていません。食器で雪道を掘ることになってしまいます。 この間、さらに女性2名の意識が混濁、ザックが飛ばされたり、ガスストーブが使えなくなったりするとラブルも起こりました。雪道を掘り終えたのは22時でしたが、リーダーが雪道を一つ壊してしまいます。実はこの時、リーダーの目は見えなくなっていたのです。男性 A は、他のメンバーが入っていた雪道に頭だけを入れ、夜を明かします。1994年2月14日、4日目、雪、捜索開始。 東マ連邦では、まだ吹雪が続いています。4日目の朝8時の時点で、意識があったのは、男性 A と女性 B、女性 C の3名だけでした。リーダーを含む、残りの4名の体は硬直しており、男性 A の声にも反応しません。おそらく、全員が低体温症で亡くなっていました。意識がある3名は、救助を呼ぶため下山の準備をしますが。もう動けそうにないから、私はここにいる。 女性 C が白浜に残ると言い出したのです。ここに残ったら助からない。一緒に行こう。男性 A が説得を試みますが、心残りはないからここにいる。だから二人で行って。ありがとう。結果として、この言葉が女性 C の遺言となりました。残った男性 A と女性 B でナ川温泉を目指しますが、男性 A が力尽きてしまいます。 結局二人は16時過ぎにビバークしました。どうして下山の連絡が来ないんだ。電話しても繋がらないし。その頃、パーティーから連絡がないことを心配した首都圏の登山仲間が福島県本部に捜索願いを出します。ただ、この時点で分かっていたのは6名の身元と宿泊予定地が滑川温泉であることだけでした。 そのため、警察は、東連邦の登山口で提出された、すべての登山者カードを調べることにします。しかし、彼らはそもそも、登山者カードを提出していないため、捜索の手がかりは得られませんでした。そこで、警察は、他の登山者からの目撃情報をもとに、パーティーの登山ルートを突き止め、捜索を開始します。ラジオ放送による呼びかけも行われましたが、メンバーはラジオを持っていないため、伝わりません。 その日の夜、氏名が分からなかった女性 C の家族が捜索願いを出します。さらに女性 C の登山計画を記したメモが提供されました。ここでようやく7名全員の身元が判明します。1994年2月15日5日目、晴れ、空は晴れ渡っていたものの強風が続いています。この日の捜索は8時30分から開始されました。 13時過ぎ、男性 A と女性 B は、当初になりながらも、自力で、なめ川温泉にたどり着きます。しかし、男性 A は指一本を切断する重傷、女性 B は、手足のしびれなどの後遺症が残りました。二人の証言をもとに、捜索を続けた結果、メンバーのビバーク地点が特定されます。15時過ぎ、白浜で、女性 C を含む、メンバー5名が、亡くなった状態で発見されました。 この、東連邦雪山遭難事故では、7名のパーティーの、うち、5名が亡くなってしまいました。事故の原因は大きく分けて3つです。一つ目は、登山前の準備不足です。メンバー全員が多忙だったため、満足に、登山の事前準備ができていませんでした。また、メンバーはリーダーに頼りきりの状態で、装備などの情報が、共有されていなかったのです。そのため、誰も、ラジオやシャベル、簡易テントなどを所持していませんでした。 家族に詳しい登山計画を話していなかったこと、登山者カードが未提出だったことも、準備不足として挙げられます。経験豊富なリーダーがいるグループだとしても、一人一人が登山をする自覚を持ち、そして自分に何かあった時、スムーズな捜索開始につなげるために、登山の際は、必ず家族や友人に登山計画を伝え、登山計画書を提出するようにしましょう。二つ目は、初日のタイムロスです。 新幹線に乗る段階でタイムロスが発生していたため、避難小屋への到着がかなり遅れてしまいました。また、徒歩での移動距離が増え、体力を消耗してしまっています。初日のタイムロスは不運が重なったために起こったとも言えますが、事前に予約をしておけば、少なくとも新幹線でのタイムロスは防げたはずです。それから、このパーティーは予定より大幅に遅れてしまったことで焦ってしまい、判断ミスを繰り返しました。結果として、徒歩での移動距離が増えてしまっています。 登山計画には余裕を持ち、数時間は多めに見積もっておくことが大切です。三つ目は、山中での判断ミスです。初日に、設備の整った、京王東ず山荘を素通りしたため、天候の情報が得られませんでした。さらに、避難小屋は本来宿泊場所ではないので、十分な休息や暖を取れていません。また、二日目には、分岐点を探して、吹雪の中で六時間もさまよっています。三日目に仕事を優先し、下山を強行してしまったことも、 判断ミスです。初日に行われた避難小屋での宴会は、登山計画のメインイベントとも呼べるものでした。しかし、道中に設備の整った山荘があり、ラジオを所持していなかったにもかかわらず、避難小屋に宿泊したのは、判断ミスと言わざるを得ません。また、2日目に分岐点が見つからなかった時点で、撤退していれば、このような結果にはならなかったでしょう。登山では、道に迷ったり、 道が分からなくなったりした場合、すぐに引き返すか、その場で救助を呼ぶのが鉄則です。道が分からないまま歩いていくと、取り返しのつかないことになりかねません。そして3日目。このパーティーが、3日目に下山を強行してしまったのは、翌日に仕事があったからです。予備日を設定して、計画に余裕を持たせておけば、下山せず、その場で待つ判断ができたかもしれません。また、何より、大切なのは、自分の命です。 天候が悪く先に進めそうにないと感じたら無理せずその場に止まりましょう。登山では少しの判断ミスで命を落とす可能性があることを覚えておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。